い、どうも、ビレジェンド上谷でございます。ですね、まぁ、今回は、前回ね、募集しました、ムキムキ甘栗風味のね、味の名前と、ものが何なのか、まぁ、今回だったら栗ですよね、甘栗、もしくは栗ですよね、何なのかっていうことを当てていただくっていう企画をしていたんですが、もうすでにね、お気づきの方もいらっしゃると思います。僕のこのコメントにもね、載せてあったので、実はね、スポンサーしてるね、トップアスリートの選手たちが、ツイッターとかインスタとかあちこち上げちゃって、これね、もううちの不手際なんですけれども、もう本当ね、ありがたい話で、製品届いたらすぐに皆さんご紹介いただいてですね、ちょっとこういうね、企画やってるから出さないでくださいっていう、販売まで告知しないでくださいってちゃんと言ってればよかったんですけど、ちゃんと言えてなかったので、まあ本当ありがたいことにすぐ告知をいただいてね。で、それと同時にネタバレしちゃって、どんどんムキムキ甘栗風味っていうのがバババって出てきたんですよ。それでね、まあコメント数が何件だったかな。376件。入っててですね、10件ぐらいなんかドンピシャであったり、で、見てるとね、もうそのネタバレしたタイミングから直後からバババって続いてるんですよ。それで急遽締め切ったんですね。だけど、これね、もうネタバレしてたのを見たのかどうかわからないし、なんかどうしようかなと思ったんだけど、もうね、なんかもうこっちの不手際もあったから、皆さんに500ポイント、漏れなく、今このいただいた376名様に500ポイント、この間ね、1000ポイントみんなにあげますって言って、なんか300人ぐらいにあげたらしいんですけど、もうなんかね、不公平が出るから、逆にね、そのムキムキ甘栗風味ドンピシャで当たったのに何なんだよっていう人もひょっとしたらいるかもしれないけど、多分ね、なんか見てるところ、多分ね、そのネタバレを見て投稿したであろう方なんですよ。だから、すいません。なんかそれはね、なんか、別に嘘でもごまかしでも何でもなかったりするんですけど、ちょっと意図とずれちゃうんで、すいません。そこはね、もう逆に言うと、当たってない人にも差し上げます。500ポイント。ただね、これちょっと使い方だけ気をつけてください。以前ね、1000ポイントプレゼントした方が、同じく300人ぐらいいらっしゃるんですよ。で、その方にはもう、告知してね、渡してる人もいるし、まだ渡せてない人、お返事いただけてなくて、1000ポイント渡せてない人もいるんですけれども、まず、その1000ポイントゲットしたら、その1000ポイント使ってください。1000ポイント使っていただいた方が、まず、コメントした誰々ですけど、っていうことで、こちらにご連絡ください。で、その方に、また追って500ポイントをお付けするような形をしますので、ちょっとややこしいんですけれども、ちょっとね、なんかこう、想定してないことが起こったので、どのように対応しようかなと思って、なんかこの、公平にね、できる方法ないかなと思って考えた結果、そうしようかなと思います。すいません。だから、皆さんに500ポイントずつ渡しますので、ちょっとそれで勘弁してください。で、まずね、その前回与えた1000ポイントは使ってください。で、その1000ポイント前回ね、もらってない人は、今回初めてですということでご連絡いただければ500ポイント、まずね、お付けしますので、ぜひですね、皆さん、ご連絡ください。ということで、まぁ、ちょっといくつかね、300もあるので全部紹介できないんですけれども、まぁ、さつまいも系で美味しいポテト風味なんてどうでしょうとかね、あと、焼きサンマ味とかね、サンマのまんま風味とかね、面白いですよね。あ、これいうの結構多かったね。梨味で、これ飲んどけば言うこと梨味とかね。これで間違い梨味とか、そういうの多かったね。ハロウィンでかぼちゃ、パンプキンでパンプキン、パンプキンの筋はこう、筋肉の筋ですね。パンプキン風味とかね。なんかパンプキンで、パンプキンとか、なんかそういうのいっぱい、そういうのもありましたね。あとこれも多かった。秋限定、びっくり。びっくり、マロン風味。びっくりの栗と栗がかかってるっていう。もうみんなね、分かってきてるよね。このダジャレの流れ。ダジャレの流れもみんな分かってるよね。あとね、大人の事情枠で、種類た、まあ、食べ物というか、味の素の種類が分かった人は、3名かな、プレゼントしますって言ってあったと思うんですけど、甘栗っていう人がお二人様いたんですよ。お二人様。ちょっとね、この300もあるから、どの人がそれかがわからないんだけど、このね、二人、甘栗でドンピシャで当てた人は、お二人は、
だからね、すいません。だからね、漏れなく500ポイントプレゼント。まあ、先にね、前回1000ポイントもらってる人は1000ポイント使ってから連絡ください。で、まあ、まだその前回の1000ポイントもらってない人、もらってないっていうか、もらう対象になってない人は、ご連絡いただければ500ポイントをお付けします。で、あとは、甘栗でドンピシャで当たった人、お二人様に、ムキムキ甘栗風味をですね、お二人様にプレゼントっていう形で、ちょっとね、なんかスタートと形が変わっちゃったんですけれども、まあ、それでね、やれればなというふうに思います。あと、これも面白かった。松茸風味。これも面白かったね。これはありえない味、松茸風味とかね、秋の味、松茸の味だったら面白いなとかね、松茸もあったよね。あと何があったかな、さっき鮭とかもあったよね。鮭もあったし、ぶどう、一つぶどうで、ぶどう味でしょうとかね。栗、モンブラン、梨。栗。さつまいも、パンプキン。だいたいこのあたりだね、かぼちゃ。なんか特殊なのは、だからまあ、ぶどうも少しあるけどね。やっぱり、鮭とか、松茸か。これも面白い。性欲の秋にちなんで、晩秋の夜の本気汁風味。これ、言っちゃっていいのかな。かき風味ってね。大体この辺りかな、あるのは。いいですよ、みんな、本当にね。いいですよ。なんかね、また動画アップされると思うんですけど、グアムにね、研修行ってたんですよ。サプリメントショップもあったり、ジムもあったりしてたんですけど、向こう行った時は全然大丈夫だったんですけど、帰ってきてからね、もう鼻炎がひどくてね、もう鼻がズルズル出てくるんですよね。脂肪に洋梨味。これも面白いね。あと、まだまだ300ってめちゃくちゃあるね。ちょっとしっかり見れてないんだけど、さっきスタッフがね、二人甘栗がいたって言ってたんですよね。だからね、甘栗のお二人はこれ差し上げます。あとなんか紹介できるのあったらと思って見てるんですけど、これ何？柿味で、かぎたに絶賛柿風味。ですね。どういうこと？いやー、まあ、ということで、ね、まあ、いろいろ紹介しましたけど、だいたい多かったのは今言ったようなね、柿はまあ、意外とあったね。梨と、栗と、ぶどうもちょっとあった。で、松茸もちょびっとあった。で、パンプキン、かぼちゃ、サンマ、鮭ぐらいかな、あったんですけど、まあ、答えとしては、まあ、さっきお伝えした通り、ムキムキ甘栗風味でございました。で、まあ、今回ね、お詫びなんですけれども、まあ、前回ね、1000ポイントもらってる人は一度使ってください。で、使っていただいたらご連絡いただければ500ポイント差し上げます。そして、前回の1000ポイント対象になってない方は、今回500ポイント差し上げますので、ご連絡ください。はい。ということで、今回は、まあ、お詫びとね、ちょっとプレゼントの内容が若干変わりましたっていうことでした。まあ、だからちょっとこれからもね、なんかその手違い起こらないように、で、サポートしてる選手たちもね、せっかくご紹介いただいたので、まあ、なんかね、逆になんか気を使わせてしまったみたいで、投稿削除してもらったりとか、そういうこともあったみたいなんですけど、まあ、そういうね、ご迷惑をおかけすることのないように気をつけていきたいと思います。はい。ということで、今回は、ムキムキ甘栗風味の、結果発表でした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。